10時50分、日付変わってます。やっとパパ帰ってきて、仕事からクタクタで今お風呂入ってるんですけど、その間にご飯をします。そうもいかなかったりするよね。なんかいろいろ洗ったりしてる。洗ったりしてるから。なんか話しようかな。イライラしたこと。イライラしたこと、最近イライラしたことないかも。最近なんかでイライラしたかな。てか野菜高くない？電気代も高いじゃん。どういうこと？電気代高いよねって友達とさ、この前も言っててさ、お兄ちゃんとかからもさ、電気代高いとか言って、電気代のスクショ送られてきて。でもあれって家でさ、いくらってかさ、パジャマでさ、こんなすっぴんメガネ、まあいいとして、電気代高くてもさ、もうあれさ、使ってる量が多いとかじゃないじゃん。もう国が高いじゃん、電気代。どうしようもないじゃん。どうしようもないよね。だからもう払うしかないんだよ。だってさ、生活さ、今までとさ変えてさ、そうやってやってる人もいるのかもしれないけど、それをしてストレスためてさ生活するのも嫌じゃん、まあ、だからといって、まあ、今まで通り好き放題にやってたら、まあ、お金はかかってきちゃうんですけど、電気代高いなと思って、もうどうにもならないじゃん、電気代なんて。でも水道代1万下がったことなんで、年末なんか絶対使ってる。はいはいはい、使ってる。どれぐらい食べれる？あんまりお腹空いてない？空いてる？はい。やばい、めちゃめちゃ余るわこれ。とんでもない量作ってたわ、気がついたら。
下って西は。やばい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 。あマジでこんな時間に揚げ物で申し訳ないが許してください。やばっ。やっちゃった。これ見て。どうにも氷が動かなくなった。見て。吹き出したのね、味噌汁。よそ見してたら。そしたら、あふれ出して。くっついて取れなくなっちゃった。まあいいか。ちょっと一回やってみて。だから閉じまってんの。取れちゃうからそんなことやったら。そのまま普通、それでも普通掴めんの。これが違うよ。これが押してみ。うんともすんとも言わないから。ほら。前にも一回なったことあるのこれ。そんな感じで今からご飯食べるみたいなんで、ご飯食べながらちょっとおしゃべりでもして飲んでようと思います。うまい。いや癒されてるみたいで嫌だ。うまい。いや無理無理、なんかその言い方。おいしい。うまい。よかった。どうした？どうした？